さんこんにちは、藤本です。今日はですね、子犬の歯磨き方法、これについてお話していきます。まあ、子犬ちゃんね、もう歯磨きがね必要なんですっていうのはもうだいぶ世の中には広まっていきました。まあまだどうしても歯磨きなんかするんですかみたいな方もいらっしゃいますけども、まあそれはそれで、ね、OK として、まあ結構ね歯磨きもせないかんな、健康のためで必要だなっていうことで歯磨きされる方多くなってきます。ただただやっぱりね、やり方を間違ってしまうとできなくなるんですよね。今ね、世の中の 80%、ね、3歳以上の 80% かなの方は歯周病と言われています。つまり、80%、 3歳以上の 80% の子は歯磨きができていないということになってくるんですね。なので、まあ、子犬のうちからやっていきましょうということなんですけども、子犬のうち、ね、成犬の子は成犬の子、大人のワンちゃんね、で子犬は子犬で、これやることって実は違うんですよね。っていうのは、子犬っていうのはやっぱりね、やっぱり乳歯です。まだまだ乳歯なので、それまあ一生懸命磨いたところでどうせまあ抜け落ちてしまうしっていうところなんですね。まあ、ただ大人の子は違います。はい、なので、まあ、子犬ちゃんは子犬ちゃんでやることがちゃんとありますので、それをね動画でお伝えしていこうと思います。ぜひね見ていただきたいと思います。では実際ね、子犬ちゃんの歯磨きの練習をどうぞ。はい、じゃあですね、実際に歯磨きの練習風景を見ていこうかなと思います。はい、ですね、今日のモデルは、マルチーズ、ちょうどもう少しで5ヶ月のアトリちゃんです。はい、イエーイ。はい、アトリちゃんね、まだどうしても歯は、乳歯です。乳歯なので今は磨かなくてもいいんですよ。どうせその歯磨いてもね抜けるんですよってことです。ただそれを知らないとね、歯ブラシを買ってきて、さあ今からやるぞっていうことで、皆さんが大体ねこうやっちゃうのは、こういう歯あるじゃないですか。でこうめくって、よしゴシ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 みたいな感じでやっちゃうんです。今のクってやるのも、あ、こう嫌なサインですよね。はい、これめくってゴシゴシゴシ、もうこれも嫌なの分かります？今のサイン出たの分かります？見えにくいかな、噛まれんかなだってね、めくってゴシ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 ってすると嫌な夢についてくるんです。今の小さい2つのサインがあったんですけども、あれを見逃しながらやっちゃうから、気がついた時にガブッと噛んだりとか、うーっと怒られて初めてその瞬間、あ、入れたんやっていうのに気づくんですね。でそうなってからだめちゃめちゃ遅いんです。はい、なので今みたいなやり方ね、いきなりめくってやるのやめましょうねってことです。で乳歯のうちは歯磨きはしなくて OK です。どうせ抜けますから、今のうちはこの口を触る練習、これをやっていくんです。でそれもご褒美なしでいきなりやるとね、やっぱ嫌なんです。何のために触られるか分かんない。なのでご褒美を使いましょうですね。ご褒美を使って食べながら触っていきます。はい、よいしょよいしょ、こんな感じで見えるかな、もうちょっと食べながらでいいので、こうやって見ていきましょう。こうやって食べながらよいしょ。あおりこさんめっちゃ乳歯やんまだおいしい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 、どうぞ。見てね、いいって。よいしょ。ああ、よいしょ、よいしょ。ああ、お利口さん。お利口さんやな。お利口さん、お利口さん。食べれた？お利口さん、こうやってくんなくて見えるかな？見えますかね？よいしょ。食べながら。ちらっと見てくる。ああ、ちっちゃい。歯がちっちゃい。こんな感じです。で、この時に、そんなんで練習になるんですか？みたいな。もうご褒美必死すぎて、もうなんか全然分かってなさそうですけど、大丈夫なんです。ちゃんと理解してます。はい。ね。まあ、ねって書いてるのが怖いですけど。まあ、そんな感じです。なので、まず今はもう食べながら触るっていうのを習慣でやっていきましょう。で、これをやっていくとですね、自然と乳歯が生え変わった頃に歯ブラシを持ち出して、じゃあ歯磨きそろそろっていう形でステップがあるんですよね。なので、そのステップを間違えないようにやっていく。はい、じゃあ今日の宿題なんですけども、皆さんが今日からやっていく子犬ちゃんで、まあそうですね、まあ、半年ぐらいかな、歯がしっかり生え変わるので、それまではこのご褒美を使いながら歯を触る練習で、全部生え変わったなーっていうのがあれば、歯ブラシを持って練習っていうのをやっていきましょう。こうやって食べながら見る、これね、はい、お利口さん、こうやって見ていく、お利口さん、はい、口口、食べながら見ていく、はい、っていうのをやっていきます。食べながら見ていく、お利口さんやんか、賢い、そんな感じですっていう感じで今日からやっていただきたいと思います。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。